さて、トッケージを後にしましょう。どんどん緑が濃くなって行きます。空気が浄化されるようで、森の中に忽然と古ぼけたレンガの煙突と古民家が現れます。美味しい軽食と美味しいクッキー、最高です。本堂にお参りしましょう。禅宗のご本尊様はお釈迦様です。この釈迦如来像は南北朝時代の作です。釈迦如来様は人々を苦悩から救って安らぎの道に導いてくれます。また本尊左右には明治以前の尼寺時代の歴代の尼住職さんの像があります。ちなみに右端の陽道二三は鎌倉宮に祀られている後醍醐天皇の御子森永親王の妹さんです。幽閉され暗殺された兄森永親王を弔うために鎌倉入りしたと言われています。本堂から元の参道に戻ると、参道が右に折れる分岐点に金仏様が苔むした台座に鎮座しています。この金仏様は統計寺のシンボルです。どの季節でも花との組み合わせが絵になるビュースポットです。6月は金仏様の前にアジサイ、背後に花菖蒲が見られ絵になります。金仏様の後ろには鎌倉でも有数の花菖蒲園があります。花菖蒲は梅雨時期に華やかに咲く花として江戸時代から愛されていました。この花はあやめを観賞用として品種改良されたものです。紫色や青色、白色など品種によって様々で、色彩の魔術師と言われているほどです。いずれあやめか柿つばたということわざがあります。花菖蒲は昔からあやめとひとまとめにして柿つばたと並んで美しいものに例えられてきました。菖蒲園の奥には各連社という庵があります。ここでは写経、香りを聞き分ける香道、茶道、押し花などの体験ができます。写経は毎日午後2時まで、その他は月1回ほどの日程でも要されています。写経は予約制ではありませんので、アジサイ散歩のイベントの一つにいかがでしょうか。心が落ち着きますよ。菖蒲田の向かい側にはこのお寺の宝物を収蔵する松の丘宝蔵があります。ここに安置されているのは国の重要文化財の木造小観音立像です。これは鎌倉オークスの視聴者さんなら覚えておいでかもしれません。鎌倉の尼御さん第1位だった太平寺の最後の尼住職正覚二さんが愛の逃避行で千葉県の阿波に持ち去ったあのご本尊です。返還交渉で統計寺に戻ってきました。その他、縁切りの歴史を伝える古文書統計寺文書や歴代二層が愛用した品コアロハズネ蒔絵ひどもやブドウ蒔絵ら伝生兵箱などが収蔵されています。これらも国の重要文化財です。松の丘宝蔵の奥は裏山に続いています。宝蔵の裏には古い井戸があり、ここにも額アジサイが咲いています。古い井戸と額アジサイの取り合わせは鎌倉らしくて趣がありますね。お寺の裏山は深い森になっていて、そこに墓地があります。著名な文人や哲学者の方のお墓もあります。
時計寺の裏は思わず深呼吸したくなるほど緑の空気が美味しいです。右手の石碑のある階段を上ります。石段の上には先ほどの五代住職楊道尼さんのお墓があります。この背後の岩肌に慶和タバコの群生が見られます。紫色で星形の小さな花をつけます。やはり6月から7月の夏季で日陰の岩、壁や切り通し、石切り板と湿った石垣などに生える多年草、いかにも鎌倉らしい花と言われています。星形の小さな花がたくさん集まった様はとても可愛いです。さて、時計寺を後にしましょう。時計寺を出て再び鎌倉街道を右方向へ進みます。横須賀線の踏切の手前、七福神の看板を右に入ります。鎌倉御三大要院の常置寺の前を通り過ぎます。この寺もとても素敵です。またの機会にご紹介しますね。常置寺の横を過ぎます。どんどん緑が濃くなって行きます。空気が浄化されるようでとても気持ちの良い小道です。さっきまでの国道の喧騒が嘘のようです。この竹林も見事ですね。竹の葉が風に擦れる音が癒されます。町からすぐ入っただけなのにこの景色は感動的です。林道の途中に木の看板があります。苔むした雅な門があります。まるで京都の高級料亭の門のようです。ここは茶室とレンタルアトリエ、そしてカフェとギャラリーの複合施設、宝の庭です。土曜、日曜日に奥のカフェが一般に開放されているんです。趣のある緑に囲まれた飛び石の道を行き、お茶室の横を通り抜けます。特別感があってワクワクします。山の上の青空に昇る石段、頂上にはレンガの煙突が、森の中に忽然と古ぼけたレンガの煙突と古民家が現れます。鎌倉にこんな景色があったんですね。 L 字型の変わった古民家です。向かって右側がカフェと雑貨販売店になっています。左はイベントスペース、陶芸教室などのレンタルスペースです。ここでカフェメニューが頼めます。また陶芸教室の作家さんの作品なども購入できます。お料理は日替わりでお店が変わります。人気店のお弁当は予約しないとすぐ売り切れてしまうこともあるので注意してください。看板のロゴが可愛いです。美味しい軽食と美味しいクッキー、最高です。ここではほぼ 100% リスに会えますよ。ここでのランチは最高です。空気まで美味しいです。どこを見ても癒される景色があります。ちなみにお座敷もあります。雪見障子からのお庭の眺めもしみじみしますね。鎌倉街道に戻って明月院に向かいましょう。